トーマス・ブレイキストン・トーマス・ライト・ブレイキストンは、イギリス出身の軍人、貿易商、探検家、博物学者、幕末から明治期にかけて日本に滞在した、津軽海峡における動物学的分布境界線の存在を指摘、この境界線は後にブラキストン線と命名された、トーマス・ブラキストンとも表記する、函館山山頂にあるブラキストンの、非イングランド、 ハンプシャーのリミントンに生まれる少年時代から博物学、とりわけ鳥類に関心を持つ陸軍士官学校を卒業後、クリミア戦争にも従軍した1857年から1858年にかけてパリーサー探検隊に参加し、カナダにおける鳥類の標本採集やロッキー山脈探検などを行う1860年には軍務により中国へ派遣され、 ヨース港上流域の探検を行う。1861年、函館でヨース港探検の成果をまとめた後、一旦帰国。1862年にはヨース港の調査の功績に対して、王立地理学会から金メダルを贈られた。帰国の後、シベリアで木材貿易をすることを思い立ち、アムール地方へ向かうが、ロシアの許可が得られなかった。そのため、彼は、 エゾ地へと目的地を変更。1863年に再び、函館を訪れ、製材業に従事、日本初となる蒸気機関を用いた製材所を設立した。ただし、エゾ地では輸送手段が未開発であったために大きく頓挫することとなった。函館戦争などの影響もあり、事業の成果ははかばかしくなかったが、そこで貿易に力を入れることにした。彼は、 1867年、友人と共に、ブラキストン丸商会を設立、貿易商として働いた。彼は20年以上にわたって、函館で暮らし、市の発展に貢献した。函館上水道や、函館港第一桟橋の設計なども手がけ、また、気象観測の開始に寄与し、福祉なりとよが、気象観測を受け継いだ。この間、北海道を中心に、千島にも渡り、 鳥類の調査研究を行った。1884年に帰国。後にアメリカへ移住した。1885年にブレイキストンはジェームス・ダンの娘であるアン・メアリーと結婚する。したがってブレイキストンとエドウィン・ダンは義理の兄弟ということになる。ブレイキストン夫妻は数おかずめを設けた。1891年、カリフォルニア州サンディエゴで肺炎のため没。墓は オハイオ州、コロンバスにある、アンメアリー夫人は、ブレーキストンの死から46年後の1937年3月に、イングランドで亡くなった。なお、1911年、函館図書館の主催で、彼の没後20年を期し、盛大な20年祭が行われた。ブラキストン戦発見を記念して、函館山の山頂にブレーキストンのレリーフをはめ込んだ、石碑がある、ブレーキストンが、 北海道で採集した蝶類標本は開拓市に寄贈され、現在は北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園が所蔵している。1880年にプライアーとの協調で日本蝶類目録を出版。1883年に津軽海峡に分布境界線が存在するという見解を発表。親とい外国人教師ジョン・ミルンの提案でこれを ブラキストン戦と呼ぶこととした。ブレイキストンは、植物の学名で命名者を示す場合に、トーマスブレイキストンを示すのに使われる。明治に入り、経営が、しかし、自己資本が不足したことから、現金100円を差し出すと、利息2割前渡しの120円の証券を渡す、という内容の証券を発行することとし、明治7年、ドイツのドンドルフナウマン社へ依頼したところ、ベッド同社に、 紙幣印刷を依頼していた、明治政府の知るところとなり、問題となる。ブラキストン商会は届いた証券を流通させ、始めていたが、外務省は、本証券は、会社設立資本金集めの株券であり、発行差し止めはできないとの見解を示したのに対し、大蔵省はこれを紙幣とみなし、外国人が政府の許可なく国内で発行することは国権を犯す、重大な問題であるとして、 真っ向から意見が対立した。その後、明治政府と英国講師パークスとの交渉等により、ブラキストン商会の証券は通用禁止、イギリス側で回収することとなった。ハウツープリナウンスブレイキストンハット、バザーストツーボーリングブローグ、セルネムプロナンシエーション、フォームズオブアドレスハットブレイキストン、エスフィッシュアウル、ハットハウツープリナウンスブレイキストン、エスフィッシュアウルハット、 メドルズアワーズゴールドメダルリシピオンズロイヤルジオグラフィカルソサイティ2016年11月23日閲覧ブラキストンの石踏みジャランネット加藤勝市川秀夫北大植物園所蔵ブラキストン標本の受け入れ過程とその現状北大植物園研究企業ボリューム2ブラキストン紹介と証券発行箱館市通説編第2巻 ありがとうございます。